フィリップスブルフは、カリブ海のリーワード諸島にあるセントマーチン島にある、町で、島の南半部を占めるオランダ自治領、シントマールテンの主婦である。セントマーチン島東南部、グレートベイに面した港町である。市街は南にある、グレート、ベイと北側にあるグレート、ソルトポンドという石湖を隔てるサスの上に広がっている。島の北部産、マルタンの中心地、 マリゴと比べると、やや静かな街であるが、市街を東西に貫く目抜き通り、フロントストリートを中心として免税店などの店が立ち並ぶ観光地的な街である。街並みはオランダ風でパステル調着色の家々が立ち並ぶ。街の周辺には2つの要塞の跡地がある。1631年にオランダ海軍により建設されたアムステルダム要塞と、 1801年にイギリスによって建設され1816年にオランダが引き継いだウィレム要塞である。1793年オランダ海軍に勤務していたスコットランド人のジョン・フィリップス単位によりこの町は建設され間もなく国際的な公易拠点として繁栄した。1793年に建てられた白塗り木造建築の裁判所は シントマール10のシンボルとなっており、シントマール10の紋章にもデザインされている。フィリップスブルフは、港を中心に発達した街で、多くの客船や貨物船が港を利用する。セレブリティソルスティス、クラウン・プリンス、ディズニー・マジック、オアシス・オブ・ザ・シーズといった、クルーズ客船もこの港を、寄港地としている。ありがとうございます。